今回は成長していく人間たちっていうのは僕たちがサボっている間に進んでいるだけなんだよねって天才って努力を続けた凡人なんだよねということについてお話ししていきます。というのも、まあ、確かに世の中には天才と呼ばれるその、まあ、親御さんに成功した人とか運が良かった人とか元から突出した才能を持っている人とかもいるかもしれないけどそういう人たちを恨んだところで嫉妬したところであなたの身長伸びますかあなたの能力は高くなりますか頭は良くなりますか臨時収入入入りますか そんななならないでしょ他人を引きずり下ろす時間があるんだったらネットニュースを見たりとか芸能人の荒探しをする時間があるんだったらさっさと寝て早く起きて運動した方があなたの人生のためになるでしょって話なんですよね。でやっぱ成功者たちっていうのは成功している一面を切り取って「あのこいつをもっと陥とれろ有名勢だ」みたいなふうに僕たち言いがちだけど。 あの現在地って今までの自分の行動の積み重ねなわけなんですよね。今自分がゴミみたいな生活をしてるのは今までクソな行動の積み重ねをしてきたからなんですよね。自分が社畜としてこき使われているのは今までろくに勉強と向き合ってこなくて低学歴だからろくな就職先がなくて今こき使われてるっていう現実もあるし自分のお腹周りにたくさん肉がついてるのも。 あの運動をサボってお菓子バクバク食っていたからっていう日頃の行動の積み重ねなわけなんですよねだから人それぞれ生まれとか境遇とかハンデとかお得、まあ、あ親に育てられたとか僕もそうなんですけどいじめられたとか自分は多分 ADHD なんだとか実家が貧乏だったとかあのなんか人それぞれハンデあると思いますよけど社会は僕たちのお母さんじゃないし僕たちは人生で配られたカードで勝負するしかないわけなんですよねだからそうんだろうね「その大之の助は僕の私の気持ちなんて分かるはずないんだ」って。 言いたくなる気持ちわかりまは理解できますよ。ただ僕のことをバカにしたところでけなしたところであなたの人生変わらないでしょ。あの皆さん身長が伸びるんだったらどうか僕のことをけなしてくださいって話なんですけど、本気で自分の人生変えたかったんだ変えたいんだったらあなたがやるべきことはそれじゃないよねって話なんですよ。結局あの何歳だろうが今日が残りの人生で最も若い日なんですよ。自分の人生変えたいというふうに思うんだったら今あ皆さんが三十歳だろうが四十四十歳だろうが 自分が今までろくな行動を積み重ねてなかったんだっていう現在地を理解して今までの行動を振り返って反省して新ししいい一歩を踏み出すすかななわけなんですよねだから僕はそれ今まで六人十10代の頃とか勉強とかしてこなくて二十歳の時に読書の楽しさにハマってそして勉強しなかったことを恥じたわけなんですよね悔いたわけなんですよねそんなふうに昔の僕みたいにもっと早くから勉強しておけばよかった本,をよ本にハマっていればよかったっていうふうに後悔しないように僕みたいな人生を歩んでほしくないから皆さんは。 あの将来の自分のためになるような行動を日頃からしてほしいなっていうふうに思う限りであの別に皆さんをけなしたいとか陥れたいとか,あのなんか皆さんに嫌な思いさせたいって,わって思いでさっきのことを言ったわけじゃなくて俺は皆さんの力になりたいんですよねだから皆さんの人生を良くするための方法を一緒に考えていきましょうというところで。 その成功者たちはバカにしているかもしれないけど彼らは僕たちと同じ貧乏とかうざつの上がらない存在だったけど僕たちが飲み会とかで傷の舐め合いをしたりとか努力して自分を正当化している間にコツコツと努力していた結果大きな成果を成し遂げただけなのかもしれないよって話なんですよね。 大きな成果って小さなな習慣の積み重ねねでで決まるわけなんですよ、ね、誰でも簡単に大きな成果が手に入る誰でも簡単に運動神経が良くなる誰でも簡単に引き締まった肉体が手に入る誰でも簡単にめちゃくちゃ頭が良くなった東大に入れる誰でも簡単にお金持ちになれるそんな世界だったら周り見て,くる見てみてくださいよ周りの人たちはみんな美男美女だしお金持ちだし文武両道になってますよけどなってないじゃないですか。 つまりどういうことかというと大きな成果って短期間で誰でも簡単に手に入るもんじゃないですよねだから大きな成果を手に入れている人たちっていうのは僕たちが知らない間にコスコスと努力を積み上げている人たちっていうその証しなんですよねそのことを理解しないと世の中っていうのは不平等だっていうふうに親ガチャに成功しただけなのにあいつっていうふうに思うかもしれないけど努力した人から報われるある意味平等な社会を生きてるわけなんですよパナソニックを作った松下幸之助さんとか実家が貧乏で虚弱体質で家が貧乏すぎてかいうに小学校中退してるんですよそこから 田舎であの田舎の和歌山から10歳の時に大阪に行って一旗あげてるわけなんですよ彼の人生に比べたら僕たちの人生イージーモードだと思いませんというかそんな状況からもパナソニック作ってる人がいるわけなんですよだから成功してる人間っていうのは元から勝ち組の,勝ち,の勝ち組のルートを進んでいたわけじゃなくて勝ち組のルートを掴んでったわけなんですよ自分で選んでった切り開いてったわけなんですよねだから今持っている武器で勝負しようって話なんですよどれだけ茨の道だろうが道があるんだったら進めようって話なんですよね あの本,気本気で人生変えたいんだったらね俺はそういう風な道をえ選ぼうという風に思ったわけ,でだ,わけだし自分が一生社畜のままでゴミみたいな人生を過ごしていきたいという風に思うんだったらこのままブラウザバックしてくださいって感じなんですよね僕の動画見るのやめてくださいけど皆さんは自分の人生本気で変えたいんでしょうだからこの早口で中身をすっぺられるような人間の言うことをここまで聞いていただいてるんですよねだったら僕たちができることっていうのはその現在地を ちゃんと見据えないと目的地までのルートをどどんな優れたカーナビとか Google マップでも算出してくれないわけなんですよねだから自分は今こんなに下なんだダメなんだっていうこと自分の今までの行動ダメだったんだじゃあ何しよう何を始めたらいいだろうっていう風うにちゃんと現実を見据えないといつまでたっても人生は変わらないんですよっていうことをお伝えしたかったです